こんにちは。今日の講義は書籍、シーンごとに真似して作るだけ見やすい資料のデザイン図鑑、脱ゴテゴテ資料で説得力アップです。皆さん、ビジネスの世界で資料作成に悩んだことはありませんか？必要なデータは全部揃えたのに、資料にするとごちゃごちゃしてしまう、説得力に欠ける資料になってしまう、といった経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。今日はそんな悩みを解決する素晴らしい本をご紹介します。この本は12万部を突破した人気書籍、一生使える見やすい資料のデザイン入門の著者が送るデスクに一冊置いておきたい資料デザイン図鑑です。特徴的なのは、実際のビジネスシーンを想定した内容になっていることです。営業資料、事業や会社の説明資料、採用関連資料、社内イベント用資料など、著者の豊富な経験をもとに資料デザインのノウハウと作例が紹介されています。これにより読者の皆さんは自分の仕事に置き換えやすくなっているのです。本書の使い方は非常にシンプルです。まず、こんな資料が作りたいというイメージを持ちます。例えば、自社提案が優れている点を具体的に提示したい、自社ビジネスモデルを分かりやすく提示したい、成長をアピールしたい、導入実績を分かりやすく見せたいなど、様々なケースが考えられます。次に、本書の作例を真似して作ってみます。デザイン作例を見ながら解説を参考にしつつ、自分でアレンジを加えていきます。そして、本書のおすすめパワーポイント機能や特典データを使って作業効率をアップさせるのです。本書の大きな特徴は、豊富な作例と「なぜこうなるの?」が分かりやすい解説です。作例はビフォーアフターを中心に掲載されており、見づらい例と見やすい例のポイントや理由が詳しく解説されています。これにより、資料作成に苦手意識のある人や忙しい人でもポイントをつかみやすく、真似して作りやすくなっているのです。また、さまざまなシーンを想定したバリエーション作例も豊富に掲載されています。作りたい資料を探して真似するだけで、プロ並みの見やすい資料が完成するのです。さらに、見やすくするためのさまざまなポイントも学べます。フォント、配色、レイアウトなどの基礎から、見やすく読みやすい文章最適化のコツ、グラフや図解の見せ方など、多岐にわたるポイントが網羅されています。これらの知識を身につけることで、どんな資料でも見やすく伝わりやすいものに仕上げることができるようになるでしょう。本書には見やすい資料作りに役立つ便利な内容やツールも盛りだくさんです。資料作成を効率化するパワーポイントのテクニックや配色早見表なども掲載されています。これらを活用することで、目的に合わせて見やすく伝わる資料を効率的に作成することができるようになります。この本は単なる資料作成のテクニック本ではありません。ビジネスにおけるコミュニケーションの質を高め、プレゼンテーションの効果を最大化するための強力なツールなのです。特に昨今のリモートワークの増加に伴い、オンラインでのプレゼンテーションが増えている中で、この本の価値はさらに高まっていると言えるでしょう。皆さん、ビジネスの世界で成功するためには、自分の考えや提案を相手に正確に、そして魅力的に伝えることが不可欠です。このシーンごとに真似して作るだけ見やすい資料のデザイン図鑑は、そんな皆さんのビジネススキルを大きく向上させる可能性を秘めています。ぜひこの本を手に取り、資料作成の悩みから解放されてください。そして、見やすく説得力のある資料を作成し、ビジネスの成功につなげていってください。この本を読めば、ビジネスの場面で大きな変化を体験することでしょう。まず、資料作成にかかる時間が大幅に短縮されるはずです。これまで何時間もかけて悩んでいた資料が、本書の作例を真似するだけで素早く完成するようになります。その結果、他の重要な業務により多くの時間を割くことができるようになるでしょう。また、作成した資料の質が飛躍的に向上することで、プレゼンテーションの成功率も上がると考えられます。見やすく分かりやすい資料は、聴衆の注目を集め、理解を促進します。これにより、商談の成立や企画の承認など、ビジネス上の重要な場面で有利に立つことができるようになるでしょう。さらに、資料作成のスキルが向上することで、社内での評価も高まる可能性があります。あの人に資料を作ってもらえば安心だと周囲から頼られる存在になり、
キャリアアップのチャンスも増えるかもしれません。本書の知識を活用することで、日々の業務効率も上がると予想されます。例えば、会議の議事録や報告書なども、より見やすく、理解しやすい形で作成できるようになるでしょう。これにより、情報の共有がスムーズになり、チームの生産性向上にも貢献できるはずです。リモートワークが増加している現在、オンラインでのコミュニケーションがますます重要になっています。本書で学んだスキルを活かせば、画面越しでも相手に的確に情報を伝えられるようになり、距離を感じさせないコミュニケーションが可能になるでしょう。個人のスキルアップだけでなく、組織全体にも良い変化をもたらす可能性があります。例えば、本書の内容を部署内で共有し、資料作成のガイドラインとして活用すれば、組織全体の資料の質が向上し、ブランドイメージの統一にもつながるでしょう。また、本書で学んだデザインの基本原則は、資料作成以外の場面でも活用できます。例えば、社内の掲示物やウェブサイトのデザイン、製品パッケージのレイアウトなど、様々な場面で応用が可能です。これにより、会社全体のビジュアルコミュニケーションの質が向上し、顧客や取引先からの印象も良くなるでしょう。さらに、本書を読むことで、日常生活での情報の捉え方も変わる可能性があります。効果的な情報の見せ方を学ぶことで、逆に情報を受け取る側としての目も肥えてきます。これにより、世の中にあふれる様々な情報をより批判的に、そして効率的に理解できるようになるかもしれません。本書の知識は、ビジネスの世界だけでなく、学生の方々にとっても非常に有用です。就職活動の際のエントリーシートや、卒業論文のプレゼンテーションなど、人生の重要な場面で活用できるスキルを身につけることができます。これは、将来のキャリアにおいて大きなアドバンテージとなるでしょう。本書を通じて資料作成のスキルを磨くことは、単なる技術の習得以上の意味を持ちます。相手の立場に立って考え、どうすれば情報を効果的に伝えられるかを常に意識することは、コミュニケーション能力全般の向上につながります。これは、ビジネスの成功だけでなく、人間関係の構築や自己表現の場面でも大いに役立つはずです。このように、シーンごとに真似して作るだけ、見やすい資料のデザイン図鑑は、読者の皆さんのビジネスライフに多大な変化をもたらす可能性を秘めています。資料作成の悩みから解放されるだけでなく、コミュニケーションの質を高め、キャリアの可能性を広げる、そんな力強い味方となることでしょう。ぜひ、この本を活用して、皆さんのビジネスライフをより豊かなものにしていってください。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの体が健康であることは、学びを吸収し、仕事をこなし、日々の生活を充実させる基盤となるからです。健康であることは、心身のバランスを保ち、より良い人生を送るための重要な要素です。そこで、健康管理とダイエットに特化したニーズに応えるサービスとして、ご紹介したいのが、ライザップ結果にコミットプライベートジムです。このジムは単なるダイエットだけでなく、健康全般の管理にも焦点を当てたプログラムを提供しています。ライザップの特徴は多岐にわたります。まず、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが挙げられます。これにより、一人一人に合った最適なトレーニングプログラムが提供され、個々のニーズや目標に応じたサポートが受けられます。また、食生活やメンタルのマネージメントも重要視され、健康的な体づくりを総合的にサポートします。さらに、ライザップの魅力は30日間無条件全額返金保証にもあります。自信を持って自分の体質改善に取り組むことができるため、安心してスタートできるでしょう。また、週に2回の50分間のトレーニングは、無理のないペースで取り組める点も大きな利点です。ジムでは、無料カウンセリングも提供されており、初めての方でも安心して始められます。完全個室のプライベートな空間でトレーニングが行われるため、プライバシーを守りながら集中して取り組むことができます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめ。トレーナーが作るあなた専用のプログラム。無理な食事制限なし。食べられるダイエット。健康的に痩せ、理想の体を手に入れられる。リバウンドしにくい体作り。30日間無条件全額返金保証。
これらの特徴がライザップの人気の秘密です。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムライザップは、その名の通り結果を出すことにこだわり、多くの利用者から支持されています。ダイエットや健康管理に真剣に取り組みたい方にとって、ライザップは非常に価値のある選択肢であることは間違いありません。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。